ようやく今回から魔術を使用するよ。今まではただ、凍結世界で凍結してるだけだったな。ここまでは凍結世界の難しさというところにフォーカスを置いていたわけです。ここから魔術にフォーカスを当てていくんですよ。今考えたいわけですけど。今考えたのかよ。さて、皮を手に入れるために牛を連れてきたんだけど、コロコロしていいほど数が増えるまではちょっと時間がかかるんですね。なので、別の皮確保手段を用意します。それがあるなら、最初からそっちを使えばよかったのでは？いやまあそうなんだけどさ。はい、レッドストーンかまどを作成。普通の電気で動くかまどなんですが、いろいろと特別な精錬レシピも存在していて、ここで取り出したるは、ゾンビ肉。ゾンビ肉4個を、精錬します。するとあら不思議、ゾンビ肉が牛の皮になったではないですか。錬金術かよ。という感じで皮をゲットできるわけですね。でも必要な素材がさ、皮1個分しか確保できてないの。だから牛を増やせるなら、そっちに越したことはないってわけ。ゾンビ肉を確保するには、危険な夜に出歩かないといけないからな。これで、魔術書の素材が揃いました。ほんと、鉄ツール4種類で、魔術書の出来上がりです。3段階の魔術書があって、その1段階目ですね。魔術書。この魔術書で、まずは魔法を作りましょう。魔法の形態の選択と、効果の選択ができます。作れる種類、少なくね？最初だしこんなもんよ。最初は何作ろうかな。まずどんな効果が選択できるんだ。攻撃魔法と、採掘魔法っぽいね。形態は3種類から選べて、今回はプロジェクタイルを選択。弾を正面に発射して、着弾地点に魔法効果を発生させる。って意味になります。魔法効果に採掘を選択したから、遠隔採掘魔法ってことになるな。この通り、遠くにあるブロックを破壊できます。才の採掘魔法がなかったら、こいつも序盤から有用だったかもね。あ、マナが切れた。左下のゲージが、マナの量か。マナを増やすことはできないのか？くく、知らん。知らんのかい。この魔術書には、10種類の魔法が登録できるらしい。ということで今度は攻撃魔法を作成。初期魔法だから、威力には期待できないけど使ってみよう。野戦に出発だ。早速ゾンビを発見。実験台になってもらうよ。さあ、何発で倒せるかな？ゾンビが5発ですか。ポケモンで言うと電光石火ぐらいの威力だな。よくわからんが、弱いということはわかった。これなら普通に武器で殴った方がいいね。まあ、気軽に遠距離攻撃ができるのはいいのかもしれない。まだ弓矢は運用できないからね。で、奥の方でなんか燃えてると思ったら、これ敵だったわ。ブレイズみたいに見えるな。あ、倒した。なんか落としたぞ。ブレイズロッドではなかったな。これは、ブリッツモート？そうか、あいつはブレイズじゃなくて、ブリッツっていう、砂漠版ブレイズのような敵だな。サーマルシリーズの敵だっけな。そそ、他にも寒いところで湧くやつとか、山岳で湧くやつとか、いろんな種類がいる。それぞれ固有のアイテムをドロップして、工業を発展させるために必要になってくるんだよね。バイオーム限定のモンスターがいるということは、バイオーム探しも頑張らないといけないな。きつい。さて、初期魔法は作ったけど、さすがに寂しい。新しい魔法を使えるようになりたい。ということで、マジッククレイを作成。これはまあ、新しい魔法を開発するときに使う、触媒のようなもので、こいつと特定のアイテムを組み合わせて魔法を開発するぜって感じ。例えば、そうだな、着火魔法を作ってみよう。着火魔法に必要な素材は、火打ち石と打ち金だね。とまあ、たかも知り尽くしているかのように話している私だけど、魔法の作り方なんてさっぱりわからん。触媒と素材をどうすればいいんや。ちゃんと調べな。ウィッス。まずはアルカナストーンを作成。そして、グリフプレスを作成。これに触媒を入れて使うらしい。とりあえず使ってみよう。お、触媒が中に入った。で、使おうとしたらメッセージが。近くに十分なソースがないってさ。ソース？ウスターとトンカツ、どっちがいいかな？オタフクソースだろ、じゃなくて、工業でいうエネルギーみたいなもんだろ。生産方法を調べてみるんだぜ。ラジャー、はい調べた。どうやらソースを生産する装置と、それを貯蔵できる装置があるみたいで、貯蔵装置が、今作ったソースじゃー。そして生産装置のうちの一つが、アグロノミックソースリンク。アグロって名前がある通り、農業に関連したソース生産装置らしい。ちょうどいいところに農地を作ってたんで、そこに設置するとしよう。なんだこのビームは、おい逃げろ。それは敵の攻撃だぞ。なんだと？え、何それ、ガーディアン的な攻撃？そうだな、そいつはいわば地上版ガーディアン。見た目もガーディアンみたいだろ。ガーディアンみたいな白クマがいる。あいつ、今戦ったら負ける気がする。少なくとも武器か防具を作った方がいいぞ。ダイヤソードでも作るか。本当なら魔法で倒したいけど、さすがにゾンビに5発かかる魔法では。奴はどこに行った？あの木の裏かな。発見。こいつ、ガーディアンに寄生された白クマみたいで怖いな。ふう、倒せました。ドロップアイテムは？ガーディアンのドロップアイテムを落としたりしてな。
何もドロップしてないじゃん。何もドロップしてないじゃん。じゃ、今度にお預けということで。とんだ邪魔が入ったけど、魔術の続きやるよ。農場の近くに、ソースジャーとソースリンクを設置。こんな感じ。ぐるぐる回っておる。それから農地を植え替えると。お、謎の光が。これが生産されたソースだね。このソースリンクは、周辺の農作物が、成長した瞬間にソースを生産するのだ。ソースジャーにも、紫色の液体が溜まってるね。ここで溜まったソースを使って、魔法を作ろう。それじゃ、グリップレスにマジカルクレイを入れて、それから火打ち石をしよう。ソース足りんかったわ。来た。完成、着火魔法のコンポーネントです。いいアニメーションだ。コンポーネントを使用すれば、その魔法を習得できて、魔術書で使えるようになる。ほんとだ、魔法効果の欄に追加されてるな。ということで遠隔着火魔法を作成。これがあれば遠征の時に、即席の暖房を作れるんじゃないかな。この世界との相性が良さそうだな。あれ、今確かに魔法を飛ばしたんだけどな。今のは確実に飛ばしたぞ。なんでも得ないんだ。まさか、雪が被ってるとも得ないのか。そのようだな。使えねえじゃん。火打ち石持ち歩くのと変わらないじゃん。なんなら、火のそばにいても体温まらないじゃん。すべてが無に帰してるの草生えますね。ダメダメ、こんな魔法じゃダメ。もっと有用な魔法を作るんだい。ということで、今度はトロッコを使って魔法を作成。やはり、このアニメーションは好き。で、それはどんな魔法なんだ？これはですね、加速魔法です。対象に、移動速度増加の効果を与えます。なるほどな。今度は、自分を対象にする魔術形態を選択します。セルフというコンポーネントがそうですね。これで魔法完成。移動速度アップ効果が、30秒付与されるようです。移動速度が上がるということは、単純に探索可能範囲が広がるということ。特にこの、時間経過で投資する世界ではな。さて、もっと強力な魔法を作っていきたい、ところなんだけどさ。残念ながら、今の段階で作れそうな、実用的な魔法ってこのくらいだったんだよね。この、1段階目の魔術書では、あんまり強力な魔法は扱えないようで、上位の魔術書を作らないとダメだね。それは今の素材で作れるものか？残念だけど、ブレイズロッドが必要なんだ。あらあ。だからこのモッドは一旦この辺りにして、別の魔術モッドを先にやっていくよ。あ、最後に、収穫魔法でも作ろうかな。鉄のクワを素材に使えば作成できる魔法。これを使えば、育った植物を収穫して、種植えまでやってくれるんだ。農作業が少し楽になるね。マナすぐに切れるけど。とまあ、やっと魔法を習得できた霊夢ちゃんでしたとさ。